中日、7回に5失点と中継ぎ崩れて逆転負け。マシンガン系統本場やめてほしい。また好調の省エネ松葉を下ろして負けるパターンやね。そもそも松葉5回がおかしい。中継ぎ陣も踏ん張れんのやから6回行かせとけや。最近チームの調子良かったけどずっと采配はクソだったからな。強いて誰が悪いか言うたら亡命したジャリエルが一番悪いけど。オリファン一同、松葉下ろしてくれてありがとう。まあ今日は1点しか取れないうんこ打線が悪いわ。中継ぎ系統下手くそだけど。松葉5回にこだわる必要なくて引っ張っていいんだって去年後半に気づいたはずなのになんで戻ってるんだろう。一杯人入ると負けるのは伝統。細川勝負しなければいいってバレてるやん。明日はヒロトだから勝てるだろう。中日ファン誰も言ってないな。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。